おはようございます。一ノ瀬はじめです。おはようございます。今朝の朝食の味噌汁準備中。そしてメイン食材はご飯と納豆、いただきます。納豆泡立て完了。今朝の朝食完成。いいでしょ。うん。本日もヤクルトさんのカップでヤクルトいただきます。はい、皆さんこんばんは。一ノ瀬はじめです。はじめの妻です。はじつまです。なんだそれ、はじつまって微妙な言い方だ。それなんかはじなのか。あなたがその名前にするからよ。いや、しょうがねえじゃん。あ、はい、なんだっけ。あ、そうそう、いつもこの状態になりますし、遅いですよね、皆さんね。こんだけしっかりした人が何を言うか忘れるってすごく素敵じゃないですかね。なんだそれ。とりあえず今日の動画の前半は、何日か前、2日ぐらい前からの、朝食のシーンなんですけど、まあ、日にちね、変わって、今日はもう土曜日、今日も一日仕事終わって、食事もね、全部終わって、お風呂、母ちゃん今から入るんか？うん、入るよ。というわけで、まあ、母ちゃんが入ってる間に、ちょっと今回、ね、だいぶここも暗いんで、ちょっとね、これもノイズ入ってるんで、照明を追加しようと思って、ちょっと照明をね、追加し、なんだよ。まあ、早く風呂入れよ、邪魔が。体がびっくりするときない？あるけど。あるでしょ、そう、今来たの、今それが。今の話聞いてんのか。今ですかって皆さん言ってください。今ですかって。今じゃねえわ。紹介できねえじゃん。ちょっとここも暗いのでかなりね、今隣の部屋からもね、電気つけて無駄にね照明入れてるんで。え、入れよ、はい、風呂入れ。で今ね、ここもねちょっとこうこうと2灯を焚いてます。母ちゃんちょっと一回そこ閉めて。そっち側取るんで。はい、今ねこんな感じでメインのこう今撮ってるのがね、GH4 なんですよ。GH4 の上に、なんだったかな、これ。なんかでついてきた LED の照明ね。これを追加して、追加というか、これを、まあ、マウントして撮ってて、で、反対側が、このね、ちょっとこの、アーム的な、アームっていうか、こう、クリップついててね、柱にこう挟んで、ここが結構フレキシブルにね、動く。これもね、LED、これ、1個しかついてないけどね。まあそこそこ明るいんでずっと使ってきたんですけど、まあこれだけでもね、やっぱちょっと暗いかなっていう感じがしてて、で今回はね、こちらの照明を、これね LED の照明なんですけど、ギュイン徳川さんがね、紹介してたものになるんですが、早速ね、ちょっと開けてみようかなと思います。それではね、ちょっと開けていきましょうかね。結構ね、これ重さがあって、で、持った感じで届いた時に、あ、重ってなったんだよね。で、なんか iPhone のケースみたいな、ちょっと、いい感じの箱に入ってまして、ここハサミか。ピーッと剥がれると、楽なんだけどね。これ道具が必要になってくるとちょっと若干めんどくさいよね。ここを開けると多分出てくるね。これこういうのって取りづらいよね。あ、こっちもか、反対側もあるのか。はい、指が、あ、でも比較的スムーズに出てくる感じですね。はい、出てきました。結構でかいな、これ。重量もやっぱりちゃんとしっかりありますね。ロックライトっていうのかな。ロックライトっていうメーカーの、照明、LED 照明になるんですけど、まあ、詳細はね、僕が言うより、まあ、ギュインさんが紹介してるんで、いいとは思うんですけど、電源ボタン、これかな。ここに電源ボタンがあって、あ、ついた。
で、ここら辺でね、いろいろ操作できるみたいなんです。お、お、すげえすげえすげえ。めっちゃ明るいわ、これ。すごい明るいね、これ。何これ。え、なんでつかないの、これ。あー、そういうこと？ここで、ケルビンが変わるの？で、ここパーセントって、あー、すげえ明るい。すごいすごい。めちゃくちゃ明るくなるね。追加でこの量。今、これで 40% くらいかな。どれぐらいが適正なんだろうね。で、どんどん上げていくと、もう飛んじゃってるね、色ね、これね。めっちゃ明るいわ。これはね、切るとほんと暗く感じるな。この照明をね、今後使っていろいろ撮影しようと思ってたんですけど、日本語書いてないな、これ。で、これを買ったのがね、USB の Type-C 対応してるっていうのと、まあ、牛乳さんがね、結構評価良かったんで、購入してみましたね。で、なんか、ね、他にもいろいろ入ってるキットを買って、これね、どうなってんのこれ。これが、トリセツ。トリセツに日本語は書いてないね。うん。で、この、結構いいなと思ったのが、このね、持ち運びするときに使用できるケースが入ってる。あと、あ、USB のケーブル入ってる。ここの、なんかケーブルクリップもちょっとついてて、ちょっといい感じですね。で、あと入ってんのが、あー、いいね、これ。多分ね、この、リグとか組んでると、ここにね、しっかり取り付けできるアームですね、これ。ピンとこないなぁ、相変わらず。まあいいや。このアームね。あとは、何入ってんだ？これは、あ、コールドシューにマウントできるやつと、そんなところかな。で、あとは、これなんだ？なんかステッカーが入ってる。なんだろうね、このステッカー。で、ハニカム構造の、なんかこうカバーね。と、この白いカバーね。以上かな。まあ、箱はこれ、いらないね。まあもう、売ることもないだろうし。でもちょっと箱はちょっと高級感があるんで、取っときたい気分に駆られますけど、ここはね、もう、ファンと捨てますよ。で、取説も日本語書いてないから、いらないなぁ。あ、保証書がついてるか。保証書があるんで、とりあえず取っとこうか。で、これつけてどうなるかっていうのがね、一番試したいんですけど、今、9000ケルビンで 100% にしてみましょうかね。100% でこれぐらい。で、この状態で、このカバーをつけたときに、どうなんだろうな。めっちゃ眩しい。サイズが合わないぞ、これ。まあでもこの、若干優しい感じになるのかな。全体に広がる感じになるのかな。まあ、牛乳さんもね、そんなことを言ってましたね。で、これを外して、今度このハニカム構造のカバーをつけると、光がね、直線的にまっすぐ、ピンポイントで当たるというか、集中してね、こう、スポットライトのように当てられる感じになる。あ、そうだね、やっぱね。こう、この辺とか暗いもんね。こっちの手前とかね。
で、ここに、まあ、物撮りするときにいいのかな。バスッと当ててね、スポットライト的な感じでいける。面白いな、これな。初めてこういうの買ったけど。ちょっとね、重量が気になる。まあね、これ持ち歩くっていう考えは持ってないので、基本的には、今、つけてるんですけど、これね、先日ちょっと購入したんですけど、天釣り用のね、カメラのアームド使用目的に買ったんですけど、これのね、こいつを外して、ここにね、こんな感じで、こうやってつけて、上からこう常にね、照らせるようにしておけばね、まあ、ここで撮影するときもね、このアーム結構ね、いいんですよね。で、これで、バシッと上からね、こう、照明で照らすことができれば、かなり撮影環境も良くなってくると思いますので、今回はね、まあ、せっかくこのアームを買ってね、カメラを吊るすということが、ここのシーンではなかなか発生しなかったので、だったらもう照明つけちゃおうかなと。逆に言うと、今こっち、この上についてるね、灯の方の照明いらないんじゃないかなっていう感じにもなってくるので、そうするとね、まあこの周りも結構スッキリしてくるかなと思いますので、今後はね、この照明使ってやっていきたいと思います。それではね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。バイバイ。あ、まだいた。はい、風呂入れ。